逆連する意味って何なの？逆ダッシュしたり、脚力したり、はい、あとはシールも粘れる。400やって階段登ってで300やって階段登る、これでリセット終わり。はい、行きますか。では行きます。レディーゴー。いやいや、いや、これえぐえぐ、森脇さんどうですか？いや、暑いけどね、これやっぱりやるとやらんのは全然違う。森脇さん、カメラやばいっす、これ、ね、カメラやばいっす。やばいってなる、やばいっす。ああの、棒のやつ買ってください、棒のやつ。いやいや、自撮りの高いよ、あれあれないと撮影者死ぬ。安いんか高いか知らんけど、撮影者死ぬ。次は階段、階段で、そのまま残りを戻ってくる。はい。で、そのまま300。はい。どうですか？21秒って新記録だよ、これ。新記録。階段新記録。階段新記録。だいたい25ぐらい幅だよ。足軽いんですか？いや、重くはない。軽くも。あの、逆連する意味って何なの？逆連する意味？はい。逆ダッシュしたり。脚力ついたり。はい。あとは、きついところに粘れるよ、ね、あの、最後の後半とか。うんうんうん。なるほど。だから、例えば800入れたら、ラスト200とか。1500やったら、ラスト300とか。次、300ですか？はい、300。はい。これで、登るのは最後です。で、階段やって終わり。さあ、食べていきます。はい。はい、いい、ゴー。
食べがどんぐらいで1分6ぐらい1分6、おぉ今の240ぐらい。あ、そうなんですか。これ実は奥までから。ああ、このコースもな、今のやったら58ぐらい。300で普通の平坦で。ああ。300やったら1分6ぐらい。なるほど。はい、どうらへんかな。まあ、あれイカ来てよラストは階段。ラスト階段。なるほど。もうこれは登って終わり。はい、ジョグなし。はい、まだ21や。おお、この練習は大体どの、どんな時にやるんでしょうか。まあ、これはスピード練ではないけど。なんか中間、中間スピードと持久力の中間ぐらい。じゃあどっちかというとミドル系の。そうそうそう。なるほど。ちょっと時間ない時にやるぐらい。どんな選手におすすめですか。やっぱり中距離かな。中距離、距離的には短いし、まあ400、300だから、まあ多くても1500ぐらいちゃうかな。戦後とかのラストでレマリの練習。まあ400にもいけると思う。なるほど。400から1500っていう。じゃあ本当に中距離、ベスト。まあ3000にもいけることないけど、3000やったらもうちょっと500ぐらいでやったり。大体何セットぐらい。大体いつも3セットぐらい。休憩なしで。休憩なしで、つなぎショックで。なんもないときやで、これ。なるほど。普通に1からやるとき。そうですか。ああ。じゃあ、お疲れ様です。お疲れでした。